どうも、えぐみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。あのちょっとお客様の中で北海道に行ったことがある方いらっしゃいましたらちょっと手を挙げてください。お前何聞いてんだよ。あんまりいませんね。あ、お一方いらっしゃいますか。あのそれじゃあちょっと私ともこの間仕事で北海道の行ってまいりましたので、あの北海道のお土産話を一つ二つするの。あのですね、あの北海道っていうところ寒いでしょ。あのね、ゴキブリがいないんですよ。あんまり、ね、いなかったですね、あれは、あのゴキブリっていうのは寒いとこ住めないんですって。そうそうそう。だからあんまり北海道寒いとこはゴキブリいないんです。なんかイギリス行くとゴキブリ高く売れるんですよ。そうなんですよ、そんな感じなんですって、だからあれなんです。いないんですね、何言ってんですか私。いないですよ、ゴキブリがいないんだろ。そう、そうなんですよ。であのだからゴキブリなんか出てくるとものすごくびっくりしちゃうんですって。これすごいですよ、まあ、びっくりしますよ。確かにこういう東京の人とかそういうところでも大都会の人もびっくりはしますけど、まあね、あゴキブリだっつってびっくりするでしょ。そうそうそう。そうじゃないんですよ、北海道の人は、うん、あのゴキブリ見たことないんで未知の生物なんで何かしらこの生き物はって驚いちゃうんですって。そうそうそう。やっぱり慣れてないっていうのは恐ろしいことですね。ね、本当に。その代わりあの北海道の主婦の皆さんはですね、うん、台所仕事してて勝手口からヒグマが入ってても全然驚きます。わかりますよそれは。で蛇口ひねって鮭が出てきても全然驚きます。わかるって。そんな出てきたらびっくりすんな。ボケたんですよ。いや一応やっとかないといけないからさ。あ、そうですか。いや俺もなんか話言うけどさ。話言ってくださいそれじゃ。いや言うけどね、ええ、お前お店屋さんの子供に生まれたいなと思ったことない？お店屋さん。お店屋さん。あんた魚屋さんで何言ってるか知ってますか？魚だよ。パン屋さんは？パン。薬屋さんは？薬だよ。お店屋さんは？店。おたんちん。たまにはいいじゃねえか、ボケだって。あ、そうですか。そうだよ、ええ、お店屋さんの子に生まれたいなと思ってね、俺なんかね。あ、そうなんですか。もう、ええ、例えばほら、ラーメン屋さんなんかよくでしょ、ええ、よく行くでしょ、ええ、でラーメン屋さんに入って、うん、そのラーメン屋の子供が、うん、店の真ん中で、ええ、メニューのどこにも載ってないような、ええ、豪華なラーメン食べてるでしょ。ああラーメンの上にこうエビチリが乗っかってたりとかね、ええ、うずらがいっぱいバーッと散りばめてあったりとか。ありますね、そういうのね、よくね。ああいうの食べてみたいなと思うね。で絶対その豪華なラーメンに付属するセリフとして必ずあるのがですね、食べ終わったら2階上がって勉強しなさいってなりますね。あるね。食べ終わって2階上がって勉強するスペースがあるんだったらそこで食べりゃいいじゃないですかね。何もお金払って食べてるお客さんの前に食べることはないじゃない。いや本当にあれはそう思いますよね。お店屋さんの子に生まれたいなって俺は素直に思ったわけで。でもね、お店屋さんの子にはお店屋さんの子ないのいろいろ苦労があるんですよね。あんたそういうこと知らないんですよ。そりゃ考えない。あと私のほらお友達で いるでしょ、ほら商店街で魚屋やってる木下くんって知ってるでしょ。誰その木下くんって。ちょっとほら味噌っぱでここにハゲがある人。あ、いるでしょほら。知らないよそんな人。黄色組の時から一緒だったし。黄色組って俺高校生の時知り合ったのに、なんで幼稚園のこと知ってんだよ。私黄色組しか言わないのになんで幼稚園だって分かったんですか。いや黄色組って言えば普通幼稚園だろ。だって分かる、町内会かもしれない。そんな町内会あんのかよお前。うちの町内会黄色組ですとかっていうのか。じゃあで私すいません、木下くんの話したいんですけど。いやだから木下くん誰なんですか。木下くんなんかあんた魚屋の息子に生まれちゃったばかり大変なんですよ。朝から晩まで毎日魚ですよ、ね、一年中大変だな、ね、寒い時期はいいんですよ別に、うん、暑い時なんか朝売れ残った魚夜食べなきゃいけないんですよ。もう目ピリ鼻つんですよそんなの。なんだよその目ピリ鼻つんって。目がピリッときて鼻がツンとするんですよ。やだなそれはな。食べなきゃいけないんですよ。おそれにあんた八百屋の松本くんなんか朝から晩まで毎日野菜ですよ。水道屋の石井くんなんて毎晩水道ですよ。なんだよその水道っていうのはお前。蛇口にねって水が出てくるやつ。じゃそのなんとか君ったら水道食べるわけじゃ。食べるわけないでしょあんた。すごいこと言いますね。あんた蛇口食べたことあるんですか。いや今までの話の流れから言うとそうじゃないだろ。普通の人間蛇口はひねると思いますよ。いやひじゃ毎晩ひねるわけかその子は。そうですよ。仕方ないでしょ。水道屋の子に生まれちゃったんだからそれが運命なんだからひねるんですよ毎晩。しょうがないでしょ。いやまあ大変だよな、ええ、でも俺は水道屋さんとか、ええ、八百屋さんとかそういうのに生まれたいと思わなかった。何に生まれたかった。俺はもうケーキ屋さんって決めてましたからね。ケーキ屋さんっていうとケーキ屋さん、ケーキ屋けんちゃんで有名なあのケーキ屋さんですか。どういう夢か分かんないけどね。あんたちょっと似てますね。いやあじゃないですか。いいんだよ俺が似てるなんて言われちゃって別に。ケーキ屋けんちゃん似てますね。いいじゃないか。あんたがケーキ屋さんの子に生まれたかったと来て、うん、あんたがケーキ屋けんちゃんに似てると来ればもう次に来るのはデカパンさんでしょうね。なんでそこでデカパンさんが出てくるわけ。来るでしょ普通ケーキ屋さんにデカパンさん。つきもんでしょ。じゃあ何、俺がお店屋さんやるとデカパンさんがついてくるわけ。いるでしょケーキ屋さんに。じゃああんた例えばですよ、いないって言うんですね。いないよ。じゃあ例えばあんた車の免許欲しいって言ってじゃないですか。おで免許取るでしょ。取ります。で車買うじゃないですか。買いますよね。と保険入るでしょ。入りますよ。なんで。事故に遭った時に大丈夫なように入りますよ。じゃあケーキ屋さんになったらデカパンさんがいるって考え方もできんじゃないんですか。ちょっと強引じゃん。じゃあお前が言ってるのは何言ってんすかあんた。何がよ。デカパンさんに保険はないんですよあんた。車は保険が効きますよあんた。デカパン保険なんてあんた日本中探したってありませんよきっと。
だからお前が言ってるのはね、どのケーキ屋さんに行ってもデカパンさんっていう人が働いてるっていうことはお前が言ってんだろ、そういうことを。じゃあなんかデカパンさんはケーキ屋さんで働いちゃいけないって言うんですか？あんたデカパンさんの人権を無視しようって言うんですね。いやあんた日本国憲法に逆らおうって言うんですか？あんたの頭の中じゃデカパンさんと核兵器と同じ扱いなわけですね。じゃああんたデカパンさんが二人いると地球が一つ全部吹っ飛んじゃうと思うんですか？あんたデカパンさんを使って世界征服を企んでるでしょ。いやじゃあなんですか、あんたアメリカとソ連は自分の国にいるデカパンさんの数を隠し合ってるとでも言うんですか？だありえないだろそんな話は。ありえない。じゃあ何ですか、あんたの頭の中でデカパンさんと UFO は同じ扱いなの？どっかのテレビ局の深夜番組でデカパン特集とかやっちゃうわけですか？レンタルビデオ行くとデカパン特集第1弾とかずらっと並んでるわけですね。大ちゃんとデカパンさんがテキサスの農民家5人を車ごとさらって何しようって言う畑に丸を書いてどうしようって言うんですか？じゃあ何ですか、マジスティックテレビの人がお昼休みにデカパンさんとバレーボールした秘密を守るためにケネディ大統領を暗殺したって言うんですね。じゃあケネディ大統領が死んだらデカパンさんの出たってそういうんですか？じゃあいいよパン屋になるから。パン屋さん？そうだよ。アンパンさんがいますよ。いいから。どうでした？